はい。始まりました。給与明細チャンネルです。毎日投稿しているので、チャンネル登録・高評価お願いします。今回は静岡県の飲食店のホールスタッフの正社員、8年目30歳の方の給与明細です。最終学歴高卒で、仕事内容は開店準備、店内清掃や卓上セット、料理の盛り付け、ランチやディナー営業、お客様誘導、オーダー取り、ドリンク料理提供、片付け洗い物、料理の仕込み、 レジ業務、電話対応、予約管理、経理全般、売上管理、業者への支払い、発注業務、在庫管理、新人教育、販売促進など、必要な資格やスキルが、映画で接客できること、えー、まあ、難しいなんとかしや、ソムリエなどの専門知識、コミュニケーション能力、勤務時間が1日12時間で、えー、残業は、まあ、固定給でないみたいです、収入が年収300万で、 飲食店で働きたい方のアドバイスとしては、とにかくサービス業が好きな方、お金よりもやりがいを見つければ大変だけど、充実したワークライフが楽しめると思います、とのことです。で、給与明細で、えー、基本96万9000円、特別手当1万円、残業手当5万8095円、えー、通勤手当5000円で、総支給24万2095円、 そこから工場引かれて手取りが195,390円となっています。えー、今回は飲食店で働く方の給与明細でした。えー、まあ残業付き45時間やってるみたいで、でその単価が1,291円ということで、まあ、残業代が58,000出てきます。まあ、ただ基本給が少ないので、まあ、残業しても残業しても、えー、単価がまあ上がらない限りは えー、月の給料も高くならないのでやっぱり基本給が大事だなと思うような給与明細でした。今回はこれで終わります。チャンネル登録、高評価お願いします。